24歳ベテランドミトレンコ、ブルガリアの若手ジュニアの代表ディネフ、そしてハンガリーの4回転をやるかどうかビドレイ、さらに4回転中国の郭清新、ジェンシン・グオ、この7位から12位の選手たちが演技を行います第3グループです。長野市真島総合スポーツアリーナ川中島のそばにありますホワイトリング、アメリカのマイケル・ワイスは得意のルッツで4回転に挑んでいきます。果たしてこのオリンピックで成功するかどうか。ブルガリアのディネフ、まあ、今のルッツもそうですがジュニアの代表、ジュニアのチャンピオンズシリーズファイナル3月の5日から8日までスイスローザンヌで行われますが、ファイナルへ2位でジュニア代表として出ています。日本からも参加があります。男子は竹内陽介選手、それから女子は椎名千里選手が出場いたします。まあ、将来の世界のフィギュア界を背負って立つ人たちが集まりますジュニアのチャンピオンズシリーズ、このオリンピック直後に開かれるわけです。もうそのジュニアですが、このシニアのオリンピックの舞台に立ちましたディネフ。大きな体、1メートル86、デンマークのティールセン、彼も24歳、そして中国からは郭清新、高校3年生18歳ですが4回転ジャンプを去年ローザンヌ世界選手権で決めています。指導する劉コーチはあのルーチェン、チンロ選手の新しいコーチです。かつては女性コーチでした。さあ、この郭清新の4回転がどの程度で見られるか。ドミトレンコ、ウクライナ、彼も24歳になりました。4回転は彼の場合はサルコーがありますが、果たして今日披露するか、オリンピックの舞台、彼にとっては初めて、この後あるかどうか。世界選手権もう常連ではありますが、オリンピックは初めての参加になります。ハンガリーのビドレーも去年世界選手権では4回転ジャンプに挑みましたが失敗に終わっています。果たしてこのオリンピックやってくるかどうか。もうこの世界のトップクラスになりますと4回転というジャンプを競技会で披露しようかというところまで来ています。もちろんストイコのように4回転からのコンビネーションジャンプを決めてくるトップスケーターもいるわけです。まだざわざわっとした